別に俺はそういう風に思うけどね。だから思ってりゃいいじゃん、ほっといてよ、うん、どれがいっぱいあったわ、うん、まあそれだけでしょ。もうなんかその総裁って言ったりよ、俺は小山って言ったりとか、何すぐ終わって小山じゃん、え小山じゃんじゃないんだよ。でそういうね、あの礼儀を知らないみたいな、電話切った瞬間にあいつね、あいつ呼ばわりしたりとかしてるから、俺はそういうやつは好きじゃないんだよ。だから電話出なかったけど、どっかで知るんじゃねえよ、だからいじめられんだろって感じだよ。いじめられてないよね。だから会えないだろって。どこでいじめられてんだよ俺が、うん、じゃあそういう風に思ってればいいんじゃないの。俺がどこでいじめられてんだよ、うん、だからそういう風に会ったりもできないぐらいだろ、レベルなんじゃねえかよ。あれだネットで言ってるだけだろって。ネットで言ってるんじゃなくて、おめえもネットやってんだよな、うん、俺は住所晒してるよ。あ住所晒してるよ、おめえもじゃねえんだよな。お前みたいにダサくねえから俺は。ひなちゃんぞ、来たこれ、来たこれ。すごいじゃん。だから来ないじゃん。来ないじゃん。な、大田区でも5人や10人は絶対やからがいるから、絶対。うん。それでもみんな来ないっていうのは、俺がやっぱり喧嘩してきたのみんな知ってるからだよ。な、しかも正義で。お前みたいに嘘っぱじゃねえから。な、口だけバン。だからどうしたんだ俺、別にそんなのだったらおめえのがすげえよ。それで終わりだよ。ってことだよ、じゃん。あ、俺の方がすげえんだって言ってんだろ。だったらおめえの方がすげえよ。じゃお前は卑怯なやつだって言いたいんだよ、俺は。だから卑怯だったらだったら。礼儀礼節もねえだろって。だからそういうのは世の中で食らうぞってことだよ。お前がぶち怒られるんだよ。お前がそういう風に言ってて、それで済むわけねえだろって。必ずバチ当たるよ、お前。必ずバチが閲覧で決まんないから。な？うん。それで天下取った気でいるんだろ。俺600くらいはいるけど、雑談してても、うん、大した別に主任じゃねえのだよな、はあ、いやいや、リスナーでもそうだけど、人のハートをキャッチするっていうのが議員としては大事なんだね。だからお前の周りとか、お前を応援してるやつぐらいは大したことないよ、はっきり言って。だからもうそんなこと言ったら、こんな議員で立候補なんてありえないよ。いやいや、関係ない。お前の考えとかは関係ないから。関係ないんだよ。だからそれが本音だったら、そう、きっとこれ。なんか、エリクス言ってたんだけど、なんか変わんない。エリクスじゃないよ。ありがとう。変えられるわけねえな。